三重県津市高茶屋高茶屋は三重県津市の町名。現行行政地名は紅茶屋1丁目から紅茶屋7丁目。かつて存在したあの大群高茶屋村の区域に相当する。津市の南東部、平成の大合併以前の津市の南部に位置する。雲津川と愛川の間にある紅茶屋大地と呼ばれる大地上に広がる。 紅茶屋大地は一部新色面を持つ堆積面であり、中華層に細粒で、その上に砂そうと知ると層が見られる。地域内は住宅地と工業地、学校が多い。西部は井村屋グループをはじめとする工場が多く、東部は住宅街となっている。かつて三重県運転免許試験場が紅茶屋にあったため、三重県民にはよく知られた地域であった。北は 城山、藤方、東は紅茶や小森上野町、高茶屋小森町、南は高茶屋小森町、西は紅茶や小森上野町の飛び地、高茶屋小森町と接する。津市役所高茶や出張所、津市南高公民館高茶屋は、市市郡に属する小森上野村と小森村を結ぶ街道沿いに発達した外村であり、創国市では小森村の枝座と、 勢い日後林医鏡では、小森上野村の俗有とされた。慶長13年以降、蘇藩の配下にあった、伊勢三宮名所図は、江戸時代の紅茶屋の様子についてと記している。また、当地の名物として、勢い日後林医鏡では、と記している。1876年6月3日、紅茶屋小学校の前身である、小森学校が開校した。 町村制の施行により、小森村と小森上野村が紅茶屋村となり、小森と小森上野の二つの大技を設置した。紅茶屋村は米や麦、茶を生産する農村であり、多くの農家が自宅で養蚕を営んでいた。生産した繭の多くは、土竜山にある関西製紙へ販売していた。農村だった、この地域に12月。 三宮鉄道が開通したカチャヤ駅が開業すると、一市群、特に被災町方面から、伊勢神宮参拝の乗降客で賑わいを見せ、駅前には旅館や飲食店ができ、客待ちの人力車や6人乗り馬車も出現した。こうした賑わいは1929年の伊勢電気鉄道、1930年の三宮急行電鉄の開通による、 乗降客の激減で幕を閉じた。駅前の清水の一方で、大正時代より大地の開墾が始まり、松林は広大な桑畑に姿を変え、養蚕による公共がもたらされた。さらに、津市半田にあった三重県市畜場が紅茶屋に移転した。第二次世界大戦に突入すると、大地上の約500平方メートルに及ぶ広大な敷地が、 大日本帝国陸軍及び同海軍、低新省から軍事目的での買収提案を受け、海軍が約270平方メートルを購入して従業員3万5000人の軍事工場を建設することを決定した。これを契機として、津市と紅茶屋村の間で市町村合併の計画が持ち上がり、1939年7月1日に紅茶屋村を 津市に編入することとなった。合併により、小森と小森上野はそのまま大技として津市に継承され、一時的に紅茶屋の地名が住所上消滅した。歴代村長津市による。1941年、海軍が建設を進めていた津海軍交渉が完成した。交渉では、徴用校や学生が労働力となった。 南高中学校戦後、軍の管轄下にあった水道が、津市に移譲され、紅茶屋水道として営まれることになった。紅茶屋水道は、電力を使っていたことから停電のたびに、断水するという不便さがあり、1949年12月に、津市の季節水道管と連結し、たるみポンプ場を設けて断水しないように改良された。交渉後は1947年に、 旧通信施設を利用して、三重県警察練習所が設置された。また、旧女子校員寄宿舎は改造の上、児童が急増した校茶屋小学校の仮校舎に、旧州へ本部は1948年1月30日に、南高中学校の校舎に、旧校舎本部は1945年7月28日の、津空州で校舎を失った津市立、高等女学校の校舎になった。 津市の新生中学校で初めて独立校舎を所有したのが南高中学校であった。その後、津市高等学校が移転した空いた校舎へ南高中学校は移転、1965年に現高地の新築校舎移転した。1954年には小森と小森上野がそれぞれ高茶屋小森町、紅茶屋小森上野町に改称され、干渉として、 紅茶屋の地名が復活した。戦災者が紅茶屋地域と紅茶屋に隣接する一市郡被災町本村大津に多く移住し、人口は急増し、被災町本村大津の一部が1950年に、市市の一部となり、西条山という大技が成立した。西城山は1954年に、紅茶屋西城山町に、 廃象、さらに1981年に高茶屋小森町と紅茶屋小森上野町の一部と合わせて新町名、城山となった。そして住居表示の実施により、1997年11月25日に高茶屋小森町と紅茶屋小森上野町の一部をもって紅茶屋が成立した。井村屋の工場戦後は紅茶屋への工場進出が進んだ。大手では、 1948年に、イムラヤがビスケット製造工場として、津工場を建設。1965年に、住友ベイクライト津工場が創業を開始した。特にイムラヤは1960年代の地域にあった、菓子、パン製造業者58件中55件分に相当するほどの従業者数を抱える大規模工場であった。工業集積が進む中、 三重県工業試験場を前身とする三重県工業技術センターも1972年6月に紅茶屋へ移ってきた。三重県運転免許試験場は1995年5月8日に津市たるみへ移転した。後地は市民が1997年から地域活動の交流拠点の建設。住友ベクライトツ工場は2009年9月30日に閉鎖し、 工場跡地から基準値の約2倍のトリクロロエチレンが検出された。住友ベイクライトは翌2010年1月4日から土壌汚染の浄化工事を開始し、同年の3月23日に完了したことを発表した。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移国勢調査による世帯数の 水紅茶屋小学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。紅茶屋駅東海旅客鉄道規制本線が紅茶屋1丁目、2丁目の東園を通る。